ました。昭和35年創業。ドン・キホーテの駐車場も、はい、というわけで今日はね、下中野というエリアに来てんですけども、もうこれ目の前に見えるんですけども、今日からね、この一蘭がオープンということで、まああらかじめ言っておくんですけど、今日はね、そのグルメレポというか中に入ったりするわけじゃなくて、まあ店外がどういう感じなのかっていう、その待ち時間とか、まあ様子とかをちょっと軽く見てみたいなと。まあこれ参考にね、今日行くのか行かないのかとか、まあ落ち着いてからとかいう参考になっていただけたらなと思います。10時からオープンということで、まあなんか先着何名様かにはなんか器とかお箸がねプレゼントになったりとかいうのをツイッターで見たんですけども、はい、やってきました。もう24時間営業ということで、いや、この岡山についにやってきましたね。3時間以上待ち。ドン・キホーテの駐車場も行けるということになってますね。ちょっと心配してたんですけども、そういう感じでも行けるということになってます。はい、こちら来ました。昭和35年創業、今日オープンなんですけども、すごい行列がね、これもう普通にお土産だけでも買うことができるんですか。あ、はい、あ、じゃあちょっとこのカップ麺を一つ、はい、ありがとうございます。カップ麺とかお土産ね、買って帰れるということで、並びたくないっていう人は普通にこういうね記念に買って帰るのもいいのかなと思うんですけど。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。ついに岡山に一蘭さんができたということで、早速中身開けてみましょうかね。2枚ほどね、入ってますね。紙がちょっと開けてみましょう。こちらがこのアプリの案内ですね。トッピング交換とかそういうアプリの内容になってますね。こんな感じになってます。で、自宅でもね作れるようなこんなねやつが入ってます。売ってたやつはこれですね。今回外で売ってたのはこういう感じで売ってました。カップ麺もね490円ということで、まあ、どこで買うんだとか今までずっと思ってたんですが、こちら別に、ね、岡山でも一蘭さんのお店で買えることができるということです、ね、カップ麺がこので、お箸、こちらお手拭きおしぼりということですね。普通に発券をしてもらって、そこから自宅帰るなりなんなりして、その
時間ですよ、順番来ましたよということで、まあ、行ってもらって、お店の方に行ってもらって、そこからまあ15分程度ぐらい、まあ、待つというか並んでもらってようやくいただけるという状況になってますね。はい、まあ、今回はねちょっと店内に入ってその、まあ、レポみたいなのはしなかったんですけども、ぜひね自分のこの足自分でね行ってみて、体感してみてくださいということで、ぜひね行ってもらいたいなというか、まあそれぞれのねタイミングで行ってもらいたいなと思います。ということで今回はありがとうございました。でまたちょっと個人的にも食べに行こうかなと思ってます。というわけでまたよろしくお願いします。こういう感じでございました。失礼いたします。前のボタンを押してください。失礼します。お代用紙とソフトをお借りいたします。失礼します。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。